本日全日本インカレ女子1万メートル決勝が行われました注目のランナーは拓大学4年生不破聖衣来選手大学最後の全日本インカレ3度目の全国制覇なるかといったところでしたけれども残念ながら7位入賞となりましたそのレースを振り返りますまず不破選手から振り返りたいと思うんですけれども33分12秒79で7位入賞となりましたただです不破選手 まあこれは復活レースとなるんですけど、ずっとね、自分で引っ張りました。で、これ、いい部分と悪い部分あって、それぞれ言っていきたいと思うんですよ。いい部分で言うと、やっぱり、自分が頑張ってきた、練習が消化できたから、自分で前に出て、自分で組み立てた。これは悪いことじゃないし、必ず次に繋がります。まあその上で悪い部分で言うと、やっぱり、他の選手に利用されてしまった。不破選手の良くも悪くもいい、あのー、部分というと、やっぱり、 ペースが、ね、安定してるんですよいい意味で安定してる。悪い意味でも安定してる。だから他の選手は、 利用しやすすいんですよねただ今までは別格の力があったから誰もついてこれなかっただから自分が練習の感覚延長線上で戦うことができたただ今回はやっぱり33分前後のレースになってしまったというところで他の選手がついてくることができたということで他の選手にとっては上げ下げがなかった分余裕があった優勝を果たした小川選手というと、えー、高校時代ね 3000m9 分05で走るスピードもありましたからそういうところを考えるとやっぱり スピードのある選手たちにも利用されることがされてしまったということでやっぱり上げ下げが多少ある方が他の選手はねやりづらいですからねそういった意味でやっぱりフワ選手が組み立てが上手すぎたがゆえに 苦しいレース順位としては苦しかった順位狙いだったらちょっとね相手を利用した方が良かったですしある程度駆け引きもあった方が良かったのかなと思いますただやっぱり不破選手自身は復活レースだったし自分で組み立てたことには間違いなく意味がありますずっと自分が先頭を引っ張ったただ勝負どころで前に出られてしまった時に対応することができなかったというところですけれど最後はまとめることができて33分12秒79で7位入賞ということで まあメダルにも届かず3度目の優勝にも届かなかったんですけれどもそれでも不破選手、最後の全日本インカレ復活を遂げましたもう体もね間違いなく絞れてたし表情も良かった肌の色も良かったもう本当に顔占いというかねあの手相じゃないですけど顔を見てね本当に顔つきが良くなってるんですよねもう本当にいい走りができた。 これは7位という順位以上に収穫があったと思います、駅伝はもちろんですけど、その先の世界、来年の世界陸上もそうですけど、オリンピックもね期待でき,てできるんじゃないかなと思います、数字だけ見れば7番ですし、33分台ですけれども、ここからねもっともっと上がってくると思います、そして優勝を果たしたのは立教大学2年生の小川遥選手で33分04秒54。 私の事前の動画見てくださった方分かると思うんですけどラスト1周まで小川選手が残っていれば小川選手が勝つんじゃないかとその可能性が高いと話した通りの結果となりましたやっぱりストの、ね、スパートスプリントっていうのはトップオブトップだし小川選手に勝てる人っていうのはなかなか学生ではいないのかなと感じさせられました2着は大東文化大学2年生の野田マリア選手で33分05秒34野田選手も非常に良かったですねああの展開だとやっぱり野田選手も力があるから やっぱり不ワ選手のペース走ペースランニングにはついていきやすかった。ただラストの踏ん張り、ね、一踏ん張り、二踏ん張りが本当に頑張ったなと感じさせられました。3位入賞を果たしたのは大阪学院大学4年生の永永里夫選手、えー。33分06秒32。 まあ下級生2人に負けたその悔しさはあると思うんですけどただ、それでもねあの非常に良かったという部分で言うとやっぱり苦しい表情になってからも粘れたということで中間層、結構苦しそうな表情してるなと思ったんですけど最後まで頑張り抜くことができました。そして最後の全日本以下でメダル獲得と という結果となりましたそして4位入賞を果たしたのは関西大学2年生前田選手33分10秒38、前,しし前田選手もかなりいい選手ですね、体も絞れてるし、とにかくいい選手だなと感じさせられました、まだ2年生ですからこれからもっともっとね伸びるかなと思うし、やっぱ長い距離、もっと長い距離いけるような気がしています。 そして5位入賞を果たしたのは日本体育,体育大学3年生、柳井桜子選手で33分10秒91。柳井選手もね、良かったですね。事前の動画で話した通り、日本体育大学は例年、全日本インカレのピーキングが非常にうまい選手ということで、桜井選手、桜子選手がね、非常にいい走りを、パフォーマンスを見せてくれました。もう例年通り、歴代の日体大の選手らしさ、抜群の走りをしてくれました。6位入賞を果たしたのは1年生です。 筑波大学1年生の白白川川選選手手がが分12秒57素晴らしししい走りを白川選手がしてくれました筑波大学といえば短距離だったりフィールドはとにかく強いんですけれども、まあ、白川選手が、ねえー、非常にいい形で組み立てることができたんじゃないかなと思います、まあ、あの筑波も短距離やスピードランナーがいますので駅伝も、ね、期待できるのかなとこれからワクワクしてくれるような6位入賞となりました。 そして7位入賞は拓殖大学4年生、不破聖衣選手で33分12秒79ずーっと自分で引っ張ったこれはね、でも復活した証なんじゃないかなと思います自分で組み立てたそれは悪くないと思いますまあ本当に不破選手といえばもう本当に怪我に泣いた4年間だったと思うんですけどまあそこからね、まあ、復活とまでは言わないですけどスタートラインに立つことができてしかも体がちゃんと作れてるんですよ体が絞れてるというのがとにかく大,大切だと個人的には思ってますから そういった意味では本当に、あの、いい走りがね、できたんじゃないかなというふうに思います。ただちょっとね、気になるのは、フォームが若干変わった感じはするんですよね。だから腰だからフォームが、ちょっとね、腰が引けてるような感じがしたので、まだまだこれからなのかなと思います。それはね、またちょっと動画にして話したいなと思うんですけど、もうちょっとね、フォーム、腰が高かったな、高い位置だったなと思います。そして、その振り子のように、振り子のように振っていくからこそ、あの、細い体、 体重もね、30キロ台、40キロ前後の体重で、大きな推進力を生み出すのが、不破選手の強みだったんですけど、ちょっとそれがね、影を潜めた感じはあったかなと思います。まあ、ただ、顔自体はシャープになってましたし、本当に良かったんじゃないかなと思います。力もあったし、まあ、何よりもね、元気な姿でスタートライン立ってたところに、えー、本当に、 良かったなと思いますやっぱり大学4年生ラストイヤーですから、まあ、4年生でも欠場するランナーっているんですけどただそれでもねやっぱり不破選手のあの走りっていうのは本当に良かったなと本当に感動的な走りだったなと個人的には思ってますそして最後8位入賞を果たしたのは名城大学3年生の原田咲選手で33分13秒35、まあ、一昨年の全日本以下では不破選手が優勝準優勝が原田咲選手ということで、まあ、原田選手にとっては不完全燃焼だったのかなと思いますが 結構ね、苦しそうな表情だったんですよ。ただそこから粘れたし、一度苦しいところで先頭に立つことができたのも間違いなく収穫だと思います。原田選手にとっては不完全燃焼だし、8位入賞というのは悔しかった結果だと思うんですけど、ただこれは別に悪くはないのかなって、個人的には正直、えー、思いました。あのー、やっぱり仕掛けどころって難しいと思うんですよ。で、苦しい表情なのに先頭に出たというところも評価したいなっていうか、評価されるべきポイントだと思うんですよね。 あそこでやっぱり苦しいながらも前に出ることで、やっぱり自分の心を奮い立たせることもできるし、やらなければならないことっていうのは一つ二つどん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 増えてきて、それが形となった、そんな感じだと思います。だから苦しい時に前に出れる選手っていうのは本当に強い選手なんですよ。だから先輩の谷本選手もね、もっと中間層で苦しそうになって話されてたんですけど、原田選手はね、もう苦しくなって、 顔が険しくなってこの集団の中でもかなり険しい表情をしてたんですけどそれでもあれだけ走れるっていうところはやっぱり原田選手の強みなのかなって感じはしました。ということで本日、全日本以下で初日女子1万メートル決勝が行われましたけれども結果を振り返りましたまあでも次の世代かなっていう感じはする小川選手の走り小川選手は腰の位置も高いストライドがすごい伸びてて美しいですよね僕はあの本当に個人的には小川選手をかなりのファンなんですけどただそれに負けじと 先輩ランナー、不破選手は復活のレースとなりました不破選手も素晴らしかったあれだけ先頭を引っ張るというところは順位争いではネガティブな部分はあるだけど自分が復活したところにポイントがあるんですよねだからそれが見ることができてすごい嬉しかったなと思いますそして野田選手も久しぶりに快走、爆走してくれましたそしてこれからが楽しみな関西大学前田選手4年生、ね、大学最後の全日本インカレでメダルを取った永永選手みん,なみんな本当に良かったそんなレースだったんじゃないかなと思います。 以上。